はい、どうもこんにちは、コールです。今回ですね、7周年記念トーク場、完全初見攻略ではないんですが、初見攻略やっていこうと思います。まずはアレックス、はい、でオーディンドラゴン、ゼラ、エンシェントドラゴンネットレックス、エンシェントドラゴンズレックス、アレックス、もう最強っすね。やっていきましょう。もうこの世界で一番強いパーティーできた。まあゼラちょっとアシスト頑張ってるけど、まあいいんだよ別に。もう最強だから。レックス2体とアレックスを組み合わせると今の環境で一番強いんで、間違いなく。はい、まあ8コンボしときましょう。はい、もうこれでいい。これでこれだから。もうそういう時代、今は。そういう時代が来ちゃったんだよね。強すぎ。勝負に勝つ。かわいいね。ドラゴン回復タイプか。なるほどね。まあ言っても倒せるんじゃないか。そんな硬くないでしょ、だってね。そんな序盤でさ、めちゃくちゃ硬い敵出してきたらさ、運用もなかなかひどくない。ガンホーコラボガチャもらえますよとか言っときながら敵めちゃくちゃ強いみたいな。やべえでしょ。青くけ全然弱いね。さすがにね。上もそこまで鬼じゃないから、さすがに。はい、3層。山積みか。まあ、とにかくレックス使っておけばいいから、マジで。本当に最強なんだよな、レックスが。もう俺気づいたんだよな。レックス、アーレックス。しかもレックス、アーレックスの編成としてのいいところは、レックスとアーレックスを言い間違えてもいいっていう。わかる。よくレックスとアーレックス皆さん間違えると思うんですよ。僕もよくね、まあ、アーレックスのことをね、レックスってなるとかね、レックスのことをまあ、アーレックスということが、ね、多々あるんですがね。まあでも一緒に入れてると、まあ、その言い間違いはもうほぼ言い間違いじゃないということでね。まあ、ぜひね、使っていただきたいパーティーですね。言い間違いにさえも対策できる。特に実況者の方におすすめですね。まあ、言い間違えて取り直しなんてことがね。まあなんか、ユーコールとかいう実況者たまにあるらしいですから。まあ、ごまかせると。RX と RX だったら。まあ、ぜひね、使ってみてください。強くね、これ絶対。やば。その2ウェイは強いやろ、どう考えても。まあ、ただ、このパーティーの弱点としては、瞬間火力が少し低いんだよね。やっぱり他のパーティーに比べて。まあ、例えば、オルタパーティーとか。昨日使った、だっけ、振動、カリンだっけ。あれとか、ほんと火力がえげつないんだけど、まあ、なんだろう、最大火力だけはさすがに劣るよね、ああいうキャラに比べて。だとしても強いけどね、正直。だとしても全然強いけど。だってこれでさ、これだぜ ?2400 万出てんじゃん。で、1000万出てるしね。あれ、レックスも。強すぎるんだよ、本当に。で、このダンジョンクリアすると700万経験値もらえるらしいんだよね。でも今日パーティー育成してきちゃったから、まあもらえないんだけど、初回編成多分、あれでしょ、カツラシアートできるっしょ。多分出すと思います、今度。今見てる限りはカツラシアートでいけると思う。まあ、どんなやつがボスで来るか分かんないけど、なんかボスでエグいやつが来たら、ちょっと分かんないけど。まあ、多分いけるやろ。もう、いけなかったらもうその時は GG。もう、なかったことにする。あとね、なんか多分絶対動画で出すんだけど、ガンホーコラボガチャか、モンハンコラボガチャか、どっち引けばいいかっていう動画ね。まあ、もう分かってるよね、そんなの。一択でモンハンやろ。で、なんかモンハンいつ来るのみたいに言われてるんだけど、モンハンって前回の生放送で2番目に発表されてたんだよね。幽遊白書、そして次にモンハンっていう感じで発表されてたから、まあ、幽遊白書コラボが終わった後にモンハンコラボが来るのが一番無難じゃないかなと思うけどね。順番的には。だって幽遊白書一番最初にね、また使っちゃったけど、幽遊白書一番最初にね、発表されて、次にモンハンだったからね。もうまさにその順番通りだよね。だから今月末ぐらいにモンハンコラボ来るんじゃないかなと思ってる。だからここでガチャ引いちゃうと、ガンコラとか引いちゃうとね、本当に地獄見るから、まあ、ライザー欲しい以外の理由で引く必要ないし、ライザー 2% だから無理狙うの闇だし、ライザーが強いのは当たり前だけど、それを狙いに行くリスクが高すぎるよね。それに対してモンハンって全体的に強いから、10個同じ使うなら、まあ俺はモンハンでいいんじゃないかなと思ってる。正直。そんぐらいモンハンコラボのキャラって強いんだよね、逆に言えば、本当に。ぶっ壊れだからね、まだ育成、まだ強化残ってるしね、しかも。おかしいんだよ、あれ。なんであんな強いんだろうね、モンハンコラボって。異次元だよ。はい、11コンボ。はい、ナイスー。はい、10回走。誰？セディン。こういうキャラ全然よくわかんねえな。なんか、スペシャルダンジョンのキャラとかかな。なんかでも、こういう実況者でたまにいるんだよね。え、このキャラわかんないとか、実況者失格だろみたいな。キャラ覚えたら、じゃあお前実況者なんかっていう甘じれさよね。じゃあ全キャラ覚えた時点であなたは実況者なんですかつ動画出してなくても YouTuber なんですかつね。そんなキャラ覚えるか覚えないかって別にどうでもいいよ。だってキャラ以前に見た目覚えてれば何でもいいじゃん。名前なんかいちいち覚えなくない正直。ゲームごときにそんな頭使うのバカでしょ、絶対。絶対バカじゃん、それ。そのことを別に他のことに暗記に使った方がいいじゃん、絶対。脳のストレージをさ、わざわざパズドラのキャラの名前の暗記に使うっていう。しかもそれをなんか、人に押し付けてくるやつ。たまにコメント欄にいるよね。
そういう人見かけたらぜひユーコロリスさん叩いてもらえればなと思います。え、お前やっぱずらそんなこと覚えてんの、すげえ、その無駄な脳みそなんか別なことに使った方がいいよ、笑まああれですけどね、でもなんかずっとやったら自然に覚えますよね。まあ僕ずっとやってないんで、パズドラにそんな無駄なことしないんで、スペシャルダンジョンずっとやってますみたいな、はあ、はあ、みたいな。あ、そうなんですね。まあ僕ランキングダンジョン以外やらないんで、それ以外の時間はまあ 別のことに使うんで、みたいなっていう風に、俺気づいたんですよ。これ、今日ね、なんかね、こいつめっちゃ言ってるじゃんと思ってる人いると思うんだけど、僕気づいたんですよね。俺のリスナー、闘技場動画の真ん中見てねえな。俺のリスナー、闘技場動画の真ん中見てない説。ある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 。結構マジである。多分、これちょっと今来てた人は、いやでもいいや。なんかあんま変なこと言うと気づくから、絶対。いや、いいや。ちょっとあえて、何も言わないで。ただ、もう本当に絶対見てないんだよ。いや、こういうこと言っても絶対バレない、俺。気づいてる、もう。例えばもうなんか、めちゃくちゃ暴言吐いても、正直、闘技場動画の真ん中ならバレない、絶対。全部見てるやつ、いない説。一人もいない説。ここ見てるやつ、俺、今、見てる見てる見てるって、絶対いないでしょ、この俺に同情、同情同感してるやつ。いる今。見てる見てる、あ、見てんのか。ごめん。俺なんかこれ一人何言ってるんだろう。俺めちゃくちゃ恥ずかしいやん。はい、15層。ここら辺から帰ってくるからね。頑張らないと。ポテトラ使って、うい、適当な感じ、適当な感じよ。 OK、 こんなんかな。8コンボこれで OK よ。10コンボ苦戦向こう来るんだ、ここで。うわー、それ知りたくなかった。え、やばくね。ナイス。あ、てかそうだ、レックスいたわ。今本気で焦ったけどレックスいたわ。普通にフォークラー来るんだね、あそこで。うわー、知りたくなかった、それ、マジで。カツラシアツでやりたかったけど、やばいかもね、もしかしたら。ルイラブキつけても9ターンだしな。うん。レンドンシアトにつけるか、じゃあ。それしかないよね、実際。はい。毒も弾くからね。これ、毒弾いた時点で次、確定で HP 全回復なんで。優しいんですよね。でもその代わり覚醒無効もしてくるから、ちゃんと削る。ワンパンしたい。まあそんな強くないでしょ、言っても。な、オッケーオッケー。全然余裕だね。はい。パー。で、ボスバトル。ほう！レックス対レックスじゃん。なるほどね。エンシェントドラゴンとレックスと。なるほどね。進化前のレックスか。じゃあ、ゼラが今溜まってないから、一回全力コンボしてみる、これ。普通になんかいけそう。なんかそんな強いのかな？どうなんだろう。9コンボ盤面強っ。ナイス盤面。どうだ？ 9 コンボでワンチャンいけんじゃね？これ普通に。なんか。お、意外と硬い。なるほど。意外と硬いね。あと、敵にちょっと一旦これして。あ、これ全然いい。空っぽ使っか。唐突に殺しに来るユーコル。怖すぎやろ。はい、から使って、8コンボ。絶対これできるやん。唐突に本気を出す。オッケー、突破。14520736。いいね。あ、これでクリアか。オッケー、クリアクリア。よし。じゃあ、ガチャ引いていこっか。今で初見じゃないことがバレたんだけど。まあね、まあ、こんな感じ、サクッとクリアしたっていうわけですね。さあ行きましょうか。クリア報酬ガンホーコラボゴッドです。これちなみに、普通のガンホーコラボゴッドですと確率が違うらしいです。書いてたんですけど、本当はこっちって 2% くらいあるんですよ、この新キャラとかがね。ラルグとか、あ、新キャラじゃないわ、ラルグとかエランとかコラボからが。こっちは確率が明記されてないですね。ということで引いていきましょう。あ、お、すげえ、紫色だ。お願いします、マジで。ありがとうございます。欲しいキャラはライザー一択。まず虹が来い、虹が来い、虹、ノーナイス。テテス。ちょっと待って、これじゃ終われない。バレない、バレない、バレてない、まだバレてない。ないんかい。お、紫色だ、すげえ。お、虹来た、やった。マジ？え？ほんとに？ほん
当に言ってる、それは。本当に言ってる。俺、ライザーずっと持ってなくてさ、ランダムとかで使えなかったんだけど。え、2回?あ、いい、1回。え、やば、おっしゃれでございました。バイバイ。チャンネル登録、高評価お願いします。あ、チャンネル登録、高評価するとライザーが出ます。おっしゃれでございました。バイバイ。